松岡幸樹は埼玉県桶川市出身のプロ野球選手。宇藤右内、埼玉西部ライオンズ所属。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの試合で青木の地下が活躍してるのを見たことをきっかけに埼玉市立浦和大里小学校1年生時に野球を始める少年野球チームの浦和ビッグウェーブに所属していた。 家から近いからという理由で、桶川市立桶川中学校から、地元の公立校、埼玉県立桶川西高等学校へ進学。進学当初は、身長154センチメートルと小柄で、守備位置は三塁手、遊撃手であったが、チーム事情から3年春からは、投手も兼任することになった。投手転校当初は、急速時速百十キロメートル時速百二十キロメートルの、 間だったが、最終的には、最速時速1 4 3キロメートルを記録するようになった。身長も1 7 9センチメートルに達し、3年次夏の、第100回全国高等学校野球選手権、記念大会北埼玉大会では、2回戦で、花咲と草会高校を相手に3打数3安打で、敵時打も打ったものの1から10と、コールドで敗れ、それが、 高校最後の試合となった。北海道日本ハムファイターズに2人指名された野村祐希とも対戦している。プロ志望届を提出したが、指名漏れとなった。高校卒業後最短でのプロ入りを目指し、入団1年で NPB ドラフト会議の指名対象となることが、可能な独立リーグ、ベースボール、チャレンジリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズからドラフト会議にて、 特別合格枠で交渉権を獲得し、入団した。高校在学中の2018年11月、練習中に肘を痛めたこともあり、武蔵入団2ヶ月後の2019年4月に、元千葉ロッテマリーンズの隅明田監督、元東北楽天ゴールデンイーグルスの片山、広志氏が体の使い方を見て、オーバースローからサイドスローに転向させると才能が開花する。 6月に行われた横浜 DNA ベイスターズに、軍戦では1イニング3奪三振と好投を見せ、元ヤクルトの臨床優投手をモデルに投球フォームを作り上げると、9月にはオリックスファームとの交流戦で最速時速 149km を記録。最終的には32試合登板、27回に3で0勝2敗、防御率3.5833奪三振。 脱参審率10.24を記録し、ドラフト会議前までに NPB から調査書が19段から届くまでになった。2019年の NPB ドラフト会議でリーグ未勝利ながらも埼玉西武ライオンズから3巡目で指名を受けた。PC リーグ出身選手の3巡目指名は過去最高位である。11月13日に契約金4500万円。 年俸750万円で入団に合意した。背番号は47。2020年10月11日に一軍発昇格。同日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、救援投手として一軍発登板。しかし、1回に失点と結果を残せず、2回目の登板となった10月15日の対北海道日本ハームファイターズ戦でも救援登板したが1回。 一失点を喫した。この二試合の登板のみで、同17日に登録を抹消された。そのまま二軍でシーズンを終え、二軍では19試合に登板して、防御率7.77、一軍では二試合の登板で、防御率13.50という成績であった。2021年は5月5日に、シーズン初の一軍昇格となったが、五試合の登板で、 防御率11.25と結果を残せず6月7日に登録抹消となった。その後は6月11日の2軍戦を最後に実戦から離れており、9月13日に右ひい関節教師か滑膜切除術を受け、実戦復帰には全治3から4ヶ月を要する見込みであることが、同17日に球団から発表された。林昭友を参考にしたホームが、 特徴のサイドハンド。独立時代のストレートの最速は時速 149km。変化球はスライダー、チェンジアップ、カットボール、カーブを操る。プロ1年目を終えて変化球の重要性を感じ、2年目からは持ち玉にフォークを加え、ストレートスライダーフォークの3球種で配球を組み立てている。趣味はアニメ、映画鑑賞。好きな作品は フェアリーテール、TBS テレビアナウンサーの熊崎風とはいとこに当たる。ありがとうございます。